お元の鉢で一番適した鉢と、その理由である門外不出の釜、釜炊きの様子をご紹介します。こんにちは、お元の芳名です。今回のトピックは、お元の鉢で一番適した鉢は何ですかというご質問に対する答えと、門外不出の釜、釜炊きの様子をご紹介します。お元の鉢で一番適した鉢は何ですか？答えは黒楽鉢です。通気性と吸水性、排水性、粘りの良さ、美術性や鑑賞価値において優れています。プラ鉢とのデメリットを挙げるとすれば、価格と壊れやすさです。黒鉢の吸水性、通気性、鑑賞価値の源泉、1200度の釜焼きと水にドボン。通気性、鑑賞価値の理由である黒楽鉢の製造方法について見ていきます。本来、どんな釜元でも、どの釉薬を使っているのか、何度で何分焼いてどんな色が出るのか、というのは、門外不出の釜の秘密事項です。今回、特別な許可を得て紹介します。では、どうぞ。お元で使われる黒鉢、正確には黒楽鉢は、この急速急冷というお元の特殊な焼き方で通気性の良いものになっています。この急速急冷で焼かれることで、鉢に人の目には見えないほどの超微細な空気の通り道が入り、見た目とは真逆の非常に通気性の良い鉢になっています。空気の通り道と言っても非常に細かいので強度には全く問題ありません。植え替えの際は黒楽鉢の縁にびっちりとお元の根が張り簡単には抜けません。江戸時代からお元のためだけを考えて通気性抜群の鉢を作ってきました。